はい、どうも、タクタクです。迷い子たちのララバイやっていきたいと思います。さて、ヒカルちゃんは、どちらに向かうのか。こっちだよね、多分ね。こっちじゃないんだ。こっちね。てりん。よいしょ。え、そっから入るの？こっちなの？それは気づかんわ。それは気づかんわっていうか言ったことはないけど。ここは？ここに？いるの？日和ちゃんが。私を呼んでる。影かっているでも。こんな鍵、今の私なら、ピッキング。こんな飾りみたいな鍵にずっと縛られていたのかな。ケンさん、私会ってみるよ。今ならわかる気がするの。きっとなんとなくなんだけど。ひよりちゃんは初めから私に助けを求めていたんだって。だから私行くね。嫌な予感がするんだけど。そんな娘たちが、こんなことって、あなた落ち着くんだ、ばあさん。孫が見ているだろう。娘たちが、大切な娘が。おじいさん、あなたには私の気持ちなんて。思い出してるのか。じいちゃんはな、お前が無事で本当によかったと思っているんだ。ん？次に会うときは最高の僕が君を迎えることを約束するよ。僕は必ず君を必要として、君はそれを受け入れることになる。君と僕は運命だ。だから僕のことを忘れないで。あなたはヒカルさん？お、やっとお会いできましたね、ヒカルさん。ひよりちゃんや。写真で見た。ヒカルさんが見つけてくださったおかげで、私もあの空間から逃げ出すことができました。私は上白日和です。私の声を受け止めてくださって本当にありがとうございました。はじめましてなのかな。私、日和ちゃんのことすごく懐かしい気がする。心が安心するみたいな。ダメ、私うまく言えないけど、こんにちは日和ちゃん。私、知らないことを知りに来たよ。私は何も知らないの。自分のことも、ゲンさんのことも、どうして守られているのかも。日和ちゃんに会えば全部教えてもらえるような気がした。そしたらきっと私は胸を張ってゲンさんの隣に立てるようになれると思う。守られるだけの子供は卒業して大人になりたい。大切な人を助けになるには、その人が命をかけて守ってきた秘密を暴いて真実に身を委ねる必要があります。怖いこと、辛いこと、彼が背負ってきた真実を受けつつ、すべて受け入れる覚悟はありますか？もちろんだよ。怖がってばっかりだったから探偵のお仕事はできないからね。ありがとうございます、ヒカルさん。ヒカルさんと私はつながっています。血を分けた姉妹のように、あるいは魂を分けた絆のような。行きましょう。あなたの痛みは私の痛み。あなたの大切な人を救いたいと思う気持ちも私と同じなのです。ここはなんか仏壇がある。衝突事故で二人とも両親がってことね。そんなことって、娘さんもまだ小さいのに。お母さんが姉さんを出そうよ。姉さん、お怪我はないそうで、変わったそうよね。娘さんをね。そう、私は。読み間違いがひどい。事故でお父さんとお母さんを失った。事故で両親を亡くしたことは聞いたことがあったけど、でもお話の内容は少し違って、事故に遭ったのはもっともっと昔、私が3歳の時。そして私は、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に暮らすことになって、そこには、なんかあれだね。なんだろう。仏壇と、神様的な。こっちが、お、何？ああ、
もういけんくなってる。これが子供の時のヒカルちゃんかな。ついていけるのか。おはよう、こんにちは。おはよう、こんにちは、こんばんは。どうしてお返事してくれないのかしら。うん。どこにもいないから。さよならも言ってくれないの。お人形さんでもいいからお話できたらいいのに。事故のせいでおばあちゃんがすごく落ち込んじゃっておかしになっちゃったんやな。いや、なんかだってさ、いろいろね、お菓子とか作ってたもんね、おばあちゃん。ぬいぐるみとかお人形に話しかけてた。私のこと本当の娘みたいに可愛がってくれたけど、でもおばあちゃんはどんどん具合が悪くなっていった。そうなんだ。宗教？ぬいぐるみに降霊？まさか。手を合わせるならもっと娘に。いや、そうだな。構わんよ。ばあさんの気持ちが安らぐなら。やっぱりそういうことなんやな。来客は気分転換にもなるだろう。しかしそんな偉い教祖様がうちに来るね。おばあちゃんがお客様を連れてきた日があった。私はお菓子が食べたくてお部屋に行って、その時会ったと思う。お話ししたような気も。お友達になれるかなって思った。きっと年が近かったし、僕は食べないからってこっそりお菓子を分けてもらったんだ。でもあの子の顔を思い出せないよ。あ、なんかまた。で、にゃんこは何なんだろう、これ。猫飼ってたっけ？確か迷い込んできた子にこっそりと餌をあげてた。隠れて餌をあげてたらいつの間にか家族になってて、私は知らなかったけど、あの人がおじいちゃんにお願いしてくれたみたい。あの人ってもしかして。おもちゃ箱みたいな。おもちゃの兵隊とデジテター。この人たちは？ん？話しかけられない。ねえ、今日ってドーナツ焼いてくれるかな？あ、孤児院の子たちだ。私、焼きたてドーナツ大好き。僕、宿題やらなきゃ。ケンさんもこの中にいたんやね。私も終わったもん。ここにはたくさんの子供たちがいた。ここはおじいちゃんたちが管理している児童養護施設だ。だから私もここに住んでいた。みんなと仲良くなれた。毎日が楽しくて。私のそばにはいつも優しいあの人がいて、私たちはここで出会って一緒に暮らしてたんだ。私がみんなを殺した。それでもあの人はずっと私の味方だった。正確にはヒカルが殺したわけじゃないのではっていう気はしますけども。お、こっちなんかありますよ。優しい音がする。私はきっとこの音色を覚えているんだね。人がたくさんいて笑い声で溢れてて、私はふかふかのお布団みたいな幸せの中で生まれたんだ。私が生まれた日、きっとその日からあの人は私の手を握ってくれていた、握っていてくれた、私はこんなにも愛されている。おげんさんやな、おげんさん。なんもない空間。遠い？あ、げんさんかね、これは墓参り。ねえ、ママは？パパは？いつ帰ってくるのかな？かわいい！それ中学生ぐらいのげんさん、それは。私、一人ぼっちなの？そんなはずないだろ。会えないの嫌だよ。寂しいよ。悲しいよ。死んじゃうって何？パパとママ死んじゃったの？死ぬということは俺にもよくわからない。ただ一つ言えることは、ご両親はいつでもヒカルのそばにいるということだ。でもヒカルの肩を抱いている誰よりもそばにいる。あ、今もね。今もヒカルの肩を抱いている誰よりもそばにいる。そっか、見えてるもんね。俺にはわかるんだ。俺にしかわからないことだ。だから悲しむことはない。パパとママ、私と一緒？そうだ。俺にはご両親の姿が見えている。愛されているんだな。じゃあ私ももう泣かない。
偉いねって褒めてもらうの。俺の言うことを信じてくれるのか？うん。ありがとう。ヒカルは幸せになれる。ご両親も俺もそう望んでいる。俺の手に入らないものをすべてその手に集めて、誰よりも特別で平凡な人生を歩んでくれ。たくさんの愛情を注がれるような幸福に満ちた人生。俺の存在なんて忘れてしまってもいい。思い出の隅にでも放り込んでおいてくれ。ヒカルが幸せでいてくれることが俺の何よりの希望なんだ。笑っていてくれ、俺のためにも。難しくて私よくわかんない。そうだな、まだ3歳だからな。3歳児を相手に俺は一体何を言っているんだ。見えてたからね。あ、これもう普通のゲンさんじゃない？ちょっと若い。待って、ゲンさん、まだ行かないで。小学生ぐらいの時かな。ヒカル、別れを言いに来たのか？違うよ。なんでそんな言い方するの？高校卒業した後は、あ、高校卒業したのか。施設を出るのが決まりなのは分かっているだろ。俺は里親は決まらなかったが、幸いにも就職先は見つかったんだ。ヒカルの親戚に探偵の男がいただろう。そこで雇われることになった。施設を出て住み込みで働く、何度も説明しただろう。もうそうじゃなくて、お仕事のお休みの日とか帰ってきたりしてほしいの。そんな暇がないから探偵さんって忙しいの？それを働いてみないとわからないな。もう会ったりできないってこと？俺はヒカルが幸せに暮らしてくれるのなら。気持ちのわからん男やな。いや、それは少し違うな。お、そうでしょ？会えないとか嘘だよね。ああ、そうだな。また会いに来る。どうか元気でいてくれ。約束だよ、ゲンさん。絶対に会いに来てね。そうだよ。ヒカルは会いに来てほしいんやから。会いに行ってやるよ。そんなことお前が言わなくても。あ、なにここ急に。え、この後ってことな？ゲンさんが出て行った後ってことなんかよ。そういうことか。どういうこと？俺の考えは合ってないだけかもしれない。ヒカルさん、この先であなたは大切なものをたくさん失います。あ、やっぱりそういうことだよね。夢や希望、幸福、過去、未来。そして、毎回の読み方、くるみ沢ね。くるみ沢ヒカルとして、生を受けた意味を失います。あなたの心は喪失に耐えられずに粉々に壊れてしまいました。そんなあなたの目を彼は、優しく、塞いでくれている。あなたは彼の思いを、願いをすべて否定することになります。目を開ける覚悟はできましたか？大人になる準備はできましたか？うん。私一人じゃないから。私にはゲンさんがついてる。今までもこれから先も。だから逃げるのはもうおしまい。ヒカルさん、あなたの痛みは私の痛み。答えにたどり着くことを祈っております。本当はお姉ちゃんと血なんて繋がってないでしょ。こっち、このタイミングで戻るんだ。いつから気づいていた？はじめから。探偵さんって隠し事が下手だよね。すべてお見通しってわけか。私とゲンさんは同じ養護施設で暮らしていた。血が繋がった家族というのはゲンさんの真っ赤な嘘。私が信じていた絆は全部幻だったのかも。なんてね。何よりも優しい嘘だったって私ちゃんとわかっているよ。そうだ。お察しの通り、俺とヒカルの間に血のつながりは一切ない。ヒカルは俺のことは唯一の家族だと思っている。だが実際は赤の他人なんだ。いずれ告げなければならないと考えていた。だが俺は怖いんだ。そうだな。俺はヒカルに過去は、怖い。不幸中の幸いと言えば聞こえがいいのかもしれないが、ヒカルが記憶を失ったことは俺にとって都合が良かった。ヒカルが両親のことも、祖父母のことも、あの日のことも忘れてくれているなら、あの地獄をすべてなかったことにして新しい人生をやり直せる。俺が叔父という立場を、歌ったのは、その手助けができる、偽ったのね、この正当な権利を得るためだ。浅はかだろう。
本来の俺は光に忘れ去られることを望んでいたのに、この後に及んでもなお俺は光を手放すことができなかった。だからこそライアル教会が邪魔だった。光の未来を奪われたくなかったんだ。あの日私はおばあちゃんに言われた通りにぬいぐるみを抱いてその瞬間を待っていた。お母さんとお話ししたいでしょ、だからお願いを聞いてって。教会の連中は過去に今回と似たような事件を起こしている。俺が育った養護施設で氷の儀式を行ったんだ。生贄は当時施設に住んでいた子供たち、より依り代として選ばれたのは光だった。連中は光に何者かを降霊しようとしてた。何者かってもしかして日和に降霊しようとしたものとおそらく同一人物だろう。でもお母さんあれだよね、ゆり子さんじゃなかったみたいなのを言ってたことね、沙織がね。もう疑う余地はない。教会の連中は集まってくる信者の中から何者かの魂の適合する依り代を探している。これも誰なんだろうね。これ初代なのかなとかいろいろ思っちゃいますけども。そして私はあの日彼に出会った。彼っていうのが2代目拳銃。今確かにベッドに拳銃があったけど、もう十分だよロビン、殺すのはもったいない。生贄が減るからね。猫を殺している。大丈夫だよ、カスタだけだから。彼に撃たれた傷くらいすぐに治るさ。ああでも痛いな、痛い。こんなに長く生きても痛みにはなれないな。儀式は中断だね。僕はまだ未熟者だ。これじゃとても高齢に集中できない。撤退しよう。ここの処理は僕に任せて。まだ生きているのは十分に使えるから。そうだ、彼女の様子はどう？無事なら丁寧にお迎えしてあげて。大切なお姫様だからね。おはよう、キサラギのおじい様、まだ生きてる？さっきは熱い銃弾どうもありがとう。まさかあなたがこんな物騒なものを持ち出してくるなんて思わなかったけれど、その気持ちだけは受け止めておくよ。でも残念だね、お孫さんはもう僕のものだよ。さて僕は普通じゃない方法でこの施設を処分しようと思うんだ。あなたには文字通り身を焼くほどの苦しみを味わってもらうことにするよ。僕はあなたに適当な魂を降霊して人体発火を強制的に発生させる。放火のためになぜこんな手段を取るのかって？ただこのままロビンに殺させるのはもったいないって理由だと思うんだけど。やっぱり僕は怒っているのかな。儀式を邪魔されて失敗なんてさ。これは復讐だということにしておけば生きても焼かれるあなたも納得するよね。激しい感情がないんですかね、こいつには。普通撃たれたら、失敗されたらブチギレますよね、こういう人って。私はただぼーっと真っ赤に燃え上がる炎を見てた。私を守ろうとした、したおじいちゃんを見殺しにして。叫び声も遠く感じた。私はただ眠たくて、中に入ってきた誰かに優しく寝かしつけられているような、ゆりかごのような心地よさの中で彼が私に手を差し伸べてきたのが分かった。私はきっとこのままずっと光る。ケンさんはこの時見たんだね、こいつらを。光る。お、交流した光る。ケンさん、あ、私全部思い出したよ。そんなエチチな、エチチではない、別に。そうか、そうか、光る、つらかったな。大人が抱き合っているわ。大人、まあ子供、まあ光はまだ高校生か。日和様、こっちも再会やな。光が無事でよかった。ゲンさんこそ怪我してない？一体何があったの？私すごく心配したんだから。
地下に墜落したが無事で済んだ。地下水路で散々苦労はしたが、地上に戻り次第すぐに光の元へ向かうはずだった。だがまさか光が先にこの場所を探し当てていたとは思わなかったな。一人で行動するなと言っているだろう。なぜこんなところにいるんだ。私のことはいいんだよ。それよりもゲンさん、もっと大切な話があると思う。霊を見た。私多分幽霊見えるようになっちゃった。これがゲンさんが見えていた世界なんだね。こんなこと全然なかったのに急にどうしてだろう。もともと光は霊を寄せつけやすい人間だ。私の中に力が眠っていたってこと？いや、それは違うな。これは俺の憶測でしかないのだが、あの日、光は依代として連中が望む何者かの魂を受け入れた。だが、これは失敗した。光の祖母、が、儀式の邪魔をしたからだ。その結果、何者かの魂は定着せず、光の体から抜け、どこかへ去った。その魂一つ分空いた隙間を狙って、生に未練がある霊が近寄ってくる。一度降霊に耐えた光の体は霊にとってさぞ魅力的に映るんだろうな。光の肉体さえあればもう一度命をやり直すことができると。思ったよりゾッとする話なんだけど。そんなこと全然知らなかったよ。私ってそんなに珍しいの？本来なら沙織のような目に遭っているはずだからな。そうだよね。光の体は何か特別な理由によって降霊に耐え生還することができた。だからこそあらゆる外道が光のことを諦めない。あまねく不条理からを光を守ることが俺の役目だ。せめて俺がそばにいる間だけは恐怖や不安を感じなくなるように、光の命に近寄ろうとする輩は全て俺が背負ってきたんだ。だからゲンさんばっかり怖い目に遭ってきたってこと？先に言っておくが、俺はこの質問には答えない。だから謝るな。私ゲンさんのミサンがどっかに落としちゃったみたいなの。あれって私を守ってくれたお守りなんでしょ？ああ、俺がそばにいなくても光が安全に日を過ごせるよう作ったものだ。弱い効力ではあったが、最低限光の生活を守ってくれていたものだった。消えてしまったということはその役目を終えたということだろう。また作ってくれる？ああ、もちろんだ。例の二人組。私、例の二人組と会ったことを思い出したよ。ケンさんが追っているのはあの二人のことだよね。小さな男の子と執事みたいな男の人。あれ？小さな男の子？ハティ・ライアル。あれなんだね。ずっと男の子ってことになってるね。子供の姿をした怪物の名前だ。子供の姿をした？ちょっと待って、よくわかんない。頭の中整理するから。サウリを襲った人物も子供の姿をしていた。ああ、待ってくれないんだ。教祖ハティ・ライアルはあらゆるメディアにその小さな姿を晒したことはない。代表者の名前ロバート・ライアル、ハティの腹心にあたる男だからな。だがこの男は表向きの代表者であって霊媒師としての力はない。実際の降霊を行うのはハティ・ライアルだ。だからこそ信者はより深くハティを神として信仰することになる。教祖の正体が生涯老いることがない人知を超えた存在だからな。私を襲った子も、沙織ちゃんを襲った子も同じ。その子は大人になれないまま今も子供の姿ってこと？これ実際に降霊に成功した体っていうことなんだ。なんか不老不死になるって言ってたよな。そういうことだ。そんなことって、ひよりちゃん。そうだ、ケンさん、ひよりちゃんどこに行っちゃったよ。どこかに行っちゃったよ。私がひよりちゃんを見つけてあげたから自由になれたって。閉じ込められていたこの場所から動けるようになったって言って。ケンさん、もしかしてひよりちゃんのこと忘れてた？いや、そうだな。忘れていたわけではないのだが、光の顔を見た途端、ひよりのことを二の次にしてしまったことは否めないな。私が全部思い出したこと、そんなにびっくりした？ひよりちゃんは最初から私に助けを求めてたんだと思う。この場所から逃げ出したい。私に見つけてもらいたいって。なぜそう思う？ひよりちゃんが私と繋がっているから。血を分けた姉妹のような、魂を分けた絆のような、ひよりちゃんが言っていたことだけど、私もなんとなくわかるんだ。私とひよりちゃんは遠い親戚とか？いや、それはないだろう。ルーツから事細かに説明できるか聞くか？長そう。それはお家に帰ってからにしよう。どこにいるんだろう。日和が俺ではなく光に助けを求めていたことは納得した。がしかし、まだ不可解な点が残っている。
ここに日和の遺体がない。確かに。そういえば、持ち去られたと考えるのが妥当だな。え、でもここ、鍵かかってたよ。ヒカルに開けられる程度の鍵ならば、誰に開けられてもおかしくないだろ。確かに。そうだけど、なんか自信なくしちゃうな。ってことは、ひよりちゃんは体が盗まれたから私を呼んだってこと？いや、俺の見解とは少し違うな。そもそも今回の騒動は様々な人間の思惑が複雑に交差している。ハティが己の目的のために A 氏を騙し、集団不審死事件を引き起こした。儀式に未練を残した A 氏は怨霊となり、この屋敷を支配した。沙織はひよりを筆頭とした屋敷の住人たちの解放を試み、俺はハティの情報を求めて屋敷を訪れた。そしてひよりには俺の想像を超えた目的があるように感じる。果たしてその目的は俺の手に負えるものなのだろうか。ひよりちゃんはこう言ってた。大切な人を救いたい。そう思う気持ちは私と一緒だって。父と母を救いたいってことなのかな。あなたの痛みは私の痛み。だから私の記憶を取り戻すお手伝いをしてくれたんだと思う。きっとひよりちゃんにも救いたい人がいる。つまり英治さんとゆり子さんを助けてあげたいのかも。そういうことやな。本当にこれで正解なのかな。そう単純な話ならいいのだがな。これって A 氏とゆり子の結婚指輪だ。供養にもならないかもしれないが、この指輪を夫婦の部屋に収めようと思う。一緒に来てくれるか。うん、もちろん。私は銀さんについていくよ。私も日和ちゃんを家族に会わせてあげたい。だからこのネックレスも一緒に収めてあげたいって思うよ。ありがとう。本日の調査はここまでだ。今夜はもう休むとしよう。ねえ、銀さんお菓子食べる？ああ、いただこう。ねえ、今日はくっついて寝てもいい？ああ、仕方ないな。エチチやないか、やっぱり。エチチ、か？エチチにこだわるの。病院ですね。ごめんなさい、私、あなたのことわからない。記憶喪失。そうか、俺のことがわからないか。都合がいい、ゲンさん。ごめんなさい。謝らなくていい、俺はヒカルのことを知っている。ヒカル？本当にそれが私の名前なんだね。私自分の名前も忘れちゃったの。だからヒカルって呼ばれてもちょっと自信ないな。名前なら俺がいくらでも呼んでやる。ヒカル、退院したら俺と一緒に暮らそう。え？俺の名前は戸上ゲン、探偵だ。ヒカルの、そうだな、叔父にあたる。辛い話だが聞いてくれ。ヒカルは事故に遭ってご両親は亡くなられた。身寄りがもう俺しかないんだ。だから俺がヒカルを引き取ることにした。しばらくの間は不自由かもしれないが、俺のことを信用してついてきてほしい。お父さんとお母さん、私の家族、おじいちゃんと。無理をするな、思い出さなくていい。今ゆっくり体を休めて。猫だ。ヒロイン猫なんだよね、多分ね。お前は。ヒカル？なんで？だってこの子はあの時おじいちゃんと一緒に。思い出した。ヒカル、まさか見えるのか、こいつが。ヒガ、みんな、私が殺したんだ。違う、ヒカル！ヒカルは何も悪くない。ヒカルは何も見なくていい。何も心配するな。何も思い出すな。俺が全部背負ってやる。ヒカルは幸せでなければならないんだ。生まれてくるときに涙してましたからね、ゲンさんは。なんでな、本当にあんな、まあゲンさんの価値観だからな、わかんないかもしれないけど。なんでこんな大切なことを忘れていたんだろう。私もしかして今、泣いているのかな。あれ、ゲンさんは？あれ、ゲンさん？測ったな、ゲンさん。もう起きたのかな。でも置いてくわけないよね。外で誰かと話してる。沙織ちゃんかな。ゲンさん？おはよう。ああ、おはよう。今、もう勝手に一人で行ったのかと思った。沙織ちゃんと話してた？いや、沙織とは会っていないな。沙織か。光と合流する前は一緒に行動していたんだが、いつの間にか姿を消したな。もう会うことはないかもしれない。そうなの？私、沙織ちゃんに会ってみたいよ。俺が A 氏の供養に失敗すれば、また沙織に会えるかもしれないな。
え、そんな言い方する？ゲンさんなんだか意地悪だよ。はは、ついな。大丈夫、ゲンさんの気持ちはきっと A 氏さんに伝わるよ。お屋敷の人たちも沙織ちゃんもきっと理解されてお空に行ける。沙織ちゃんに会えなくなるのは残念だけど、ゆり子さんはいつでもそばにいるって A 氏さんに早く教えてあげよう。ああ、そうだな。よし、夫婦の部屋に向かおうとしよう。私がいるからお屋敷まで迷わないで行けるよ。ああ、助かる。ていうか、絶対これライアル協会との戦い、この話じゃ終わらないでしょ。むしろ序章でしょ、これ。多分、次ぐらいで最後な気がするけど、終わるんだとしたらまだまだ終わんないよね。だって、ハティ・ライアルだっけ？あいつ、ここに出てくる気配なくない？多分これ、この、なんかエンディング迎えても続編出るで、これ。多分だけど。はい、というところで今回はこの辺で終わりたいと思います。多分次回エンディングに近いとこまでいくか終わるまでいける気がするね。はい、それではまたお会いしましょう。ではまた。